いよいよ来週ブラジルワールドカップが始まりますけれども、今日ここにいらした方たちが一番楽しみにしているのではないかと思います。そのためにですね、私たちもそのスポーツ交流を通して日韓同士のその文化比較をしながら、あのサッカーを楽しんでいければと思いまして、今回このような催し物をすることになりました。まあ固いご挨拶もなんなんで、今日ちょっと、たくさん20人もお集まりいただいて、ちょっと立ち上がっていただけますか、皆さん。ただぐるっと前に出して、で手を膝の横にこう持っていって、で股関節を伸ばす、股関節伸ばす伸ばす、死に来たんじゃねえか。そうそう、でこれ反対側の足でもちょっとやって、はいはいはい、あ僕の記事から言うと大体正しいことおっしゃってね、逆にちょっと、これ20人ですし、ほとんど契約する話は決まってたんだけど、予算が、これ見ますと、日本はコートジボワール戦さえしのげば、これも